私のそばにいる限り、身の回りのお世話はするし、毎日美味しい料理を食べさせてあげる。その代わり、お姉ちゃんのこと癒してね。なーに、しばらくお姉ちゃんモードでいてほしい。優しく包み込んであげる。私はいつも君の味方だわ。君がたとえ暗闇で迷っていても、必ず探しに行ってすぐ見つけてあげる。お姉ちゃんは君のことなら大体わかっちゃうから。私のことを信じて、ありのままの自分を見せて、そうすればお互いもっと信頼できるでしょ。君の顔すごく安心してるわ。これでよく眠れるでしょ。大丈夫、油っぽいのがどんどん取れるわ。もう少しやってみよう。じゃあ次は入り口の部分に入っていくわね。危ないから顔を動かさないでね。そーっとそーっと入っていく。
でしょ。幸せな表情で私を見てるけど、本番はこれからよ。もっと続けるわ。違いがあるわ。次は奥の方をお掃除していきましょう。まったりしてていいからね。奥までゆっくり入るわ。なったわ。細かいのだけ少し残ってるから、この反対側のボンテンっていうふわふわで粉の耳垢を取り除いていきましょう。してもらうのが好きなのね。さて、これで右耳は終わりだわ。反対側の方もきれいにするから、お姉ちゃんの方を向いて。
そうそう、姿勢を直して、はい、お互いが見えるね。ドキドキしてる？ほら、私にもっとくっついて。それじゃあ始めるわ。まずは耳の縁からね。表面の赤を取っていきましょう。浅いところを掘ってこうね。ちょっと待っててね。すぐ終わるから。うん？はあ。どうせ長ければ長いほどいいとか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって顔に出てるもの。の方はきれいにしていくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。
ち。よかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。
背、長ければ長いほどいいとか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって顔に出てるもの。このぐらいかな。うん、わかったわ。じゃあ続けるわね。奥の方をきれいにしていくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちよかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。細かい耳垢も取れたわね。またお耳拭いてあげるわ。動かないでね。
お耳を拝見。右耳と比べると随分、あ、ちょっと耳かき入れますね。エミちゃんはまだ耳かき無理だろうから、なっちゃんじゃないですか、前に耳かきしたの。正解ですか。いや、ただの勘なんですけどね。右耳はきっとおっかなびっくり丁寧に耳かきして、それで上手って褒めてもらって嬉しくなって、左耳はちょっと油断しちゃったとか、お話に夢中になっちゃったとかで細かなとこまで綺麗にしきれなかったのかななんてすごくなんてないですよ、全然。私生まれた時からずっとずっとあなたのお隣さんで、ずっとずっと見つめ続けてきたんですから、そのくらいわかりますよ、普通に。っていうか、こっちは最初にお耳掃除の方がいいですね。このまましちゃいますから。リラックスしてゆったり呼吸してくださいね。
かなところを、じゃあ改めて耳つぼをしていきますね。まずは ここからいきますね。耳たぶの真ん中の少し下、眼球の眼って書いて、そのまま同じガンっていう名前のツボです。このツボは親指と人差し指で挟み込んで、こういう風に10秒で1セットを3回1回は少しだけ強めますね。これはそんなに即効性はないと思うんですけど、目が楽になった気がするって、サービストーク上手なんだから。でも嬉しいですやっぱり。それじゃあ私もおっとサービスしちゃおうかな、なんて。冗談はさておき、ツボ押し続けていきましょうね。今度のツボは ここです。耳の外側のくぼみのラインのちょうど真ん中あたり、耳の穴からこう
外側に向かって指を滑らす感じで、耳の縁と当たるとこって探すのも探しやすいかもです。ここも効果が出てくる場所と同じ名前で肩っていうツボなんですよ。ここは腰小刻みに擦る感じでツボを刺激していきますね。1セット。どうですか？肩、少しは軽くなりましたか？よかった。じゃあもう一箇所だけ刺激して、耳つぼ押しはおしまいにしましょうね。今日の最後に押す耳つぼは、内側の上の端のとこですね。ここは寝るときに頭に敷く枕って書いて鎮っていうツボです。名前の通り安眠の手助けに役立つツボなんだそうです。だからここは裏側親指を支えにしてゆるーくゆるーく人差し指で円を描くみたいな感じにこすって刺激していきますね。最初は少し短めの時間からゆるーくゆるーゆるーく、ゆるーく、
そうしたらもうちょっと長く行きますね。ゆるーくゆるーく静かに静かに。最後のセットは静かに長くゆる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 目を閉じて水に沈んでいくイメージをしてみてください。ゆるゆるゆら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 沈んで、終わりましたよ。ああ、もう眠眠ですね。診察台で熟睡しちゃうと背中痛くなるかもですから。え、もうちょっとだけ頑張りましょう。スリッパ。右の、左の、はい。
よ。コテは貸しますから。歩けますか？ほんの少しだけ。仮眠室まで。ゆっくり、ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり。よいしょ。このお布団でなら熟睡しても大丈夫です。スリッパとあと靴下だけ脱いちゃいましょうね。おいおい、そう。私もナースシューズ脱いで。もうちょっとですよ。はい。この布団なら。でしたか。赤ちゃんみたいですね。なのに、あなたの匂いは全然赤ちゃんじゃありませんよね。大人の男の人の匂い。これちょっとまずいよね。けど、手とかしたら起こしちゃうかもしれないし、しょうがない。不可抗力、不可抗力。